安全を意識してよりゆっくりめで慎重にご入場お願いいたします。万が一にも違いがありませんので、いいじゃんね。お疲れ様です。今日どうですか？息が荒いよ。息が荒いよ。松本マラソン走ったのに39キロお疲れ様でした。こんにちは。ちょっと吹いちゃいました。こんにちは。お久しぶりです。よく頑張ったね。よく頑張ったね。もうちょっとだったね。39キロでよく走れたわ。大したもんだわ。大したもんだ。うん、もうね、本当あの時も全然ダメだよ。あ、本当。いるから走ったね。そうなの。やっぱもうちょっと一緒に行かなきゃ、向こう行かなきゃいけないんだね。もうやめてみたいな。分かった。ずっといたら。沿道で応援してくれてるって分かった。うん、結構知り合いもいて。やっぱり励みになる。なりますね。あ、なんでもうそんな感じが続いてたんで。こんなの100キロくらい走れるんじゃないとか。そうなの。いや、そうなのよ。これで飛ばしすぎちゃった。頭は走るんだよ。で飛ばしすぎちゃって今日はね、この前のホームの時にね、2-1で負けちゃったけど、今日は2-1で勝つよ、絶対に。2-1で、うん、今日謙虚。この前2-0で負けたんだよね。2-1で、うん、あっちはね、水戸はね、今日は2-0で、うん、水戸は2-0で勝って、でその前にあそこで山口に2-1で負けちゃったでしょ。2-1だったっけ。3-2か。2-0だった。そうか、3-2か。嫌な思い出を忘れて、嫌な思い出を忘れて2-1で勝ち。2-1で勝ち。私2-0。誰が決めますか。高吉と。高吉。あ、そうなんだ。高吉と。そろそろ武蔵ってるかな。ね。出たんですね。さっき決めてもらいたいな。そう、決めてほしい。ミッシー。ミッシー。ミッシーでないくなっちゃったね。ね、出ないんだよね。ね。今日はダビが出ているんじゃないの。全然違う人が入れそうだよね。まだまだ熊本は今ない。熊本は結構後ろじゃなかったかな。結構上まで来てるね。15、6。そんなとこだよね、確か。3-0で勝ちたいよね。でも勝てばいい。何でもいいから勝てばいい。何でも勝てばいい。勝って勝ちを探る。混んでるわ。こんにちは。こんにちは。どうも。見てます。いつも見てます。今日は？今日は 2対1です。2対1。はい。みんな2対1だよ。あ、そう？2対1ね。はい。で勝つの？あ、負けちゃう。勝ちます。勝ちます。と思います。前負けてるんでね。アウェーの時は。はい。そうですね。俺のタイミングで。はい、今日は誰が入れるか。飯田のキックと飯田の足と飯田の足と、そんなのいいんじゃないの。誰にしましょう。誰にしましょう。岩間のミドルですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、どこ選べよ。階段。山鹿の勝利を山鹿の昇格
たちは信じてる。Bye.
にいい試合だったんですけど、そういう試合もあったりしたので、さあ、得点の場面で思い出してもらって、今シーズン 17.0、おたまで叩き込みました。どうでしょう。おたまといいボール蹴ってくれたので、今、合わせることでした。そしてチームとしては、1対0という試合が1試合続いています。非常にこうタフなゲーム続いてますけど、そのあたりどうですか。まあ、やっぱディフェンス陣がゼロで抑えてくれるので、攻撃陣で点取って、まあ、良かったと思います。さあ、次節はアウェーで千葉戦です。ファンサポーターに向けて最後に一言お願いします。そうです、もうあと6試合しかないんで、皆さん最後まで応援よろしくお願いします。